はい、皆さんこんばんは、ここは横浜市 JR 桜木町駅に来ています。実はこの桜木町にあと、ね、ロープウェイがあるみたいなんですよね。それがあの横浜エアキャビン、横浜ロープウェイなんですけれども、日本初の都市型ロープウェイなんですよね。やっぱりロープウェイといえば、実はね、やっぱり山の方、地上から山頂へ登るとかイメージがあるんですけど、こう横浜ですよ、こんな大都会の、ね、場所にロープウェイがあるというね、なかなか面白いことで、今回はそれに乗っていこうと思います。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。でここはね、横浜市桜井町、目の前に見えてもあのランドマークタワーですね。でそのロープウェイってここからちょっと見えるんですけども、向こうの方にちっちゃいなんか光ってるやつですね。であそこにあの観覧車もあったりとかして、いやすげえなと思うわけなんですけども、で今回あの一人で乗るわけじゃなくて、あの、まあ、同行者の方、まあ、自分の、ね、師匠が、ね、来てるんですけどもね、その方と、ね、まあ、一緒に乗っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ横浜エアキャビンのこれ桜木町駅の、ね、乗り場のところにやってきました。いやここから、ね、乗るということで、なんか違和感しかないです。普通はなんか、ね、山の、まあ、地上の方から、ね、まあ、乗り場っていうイメージがあるんですよ。こんな駅前ですよ、大都会の。なんか光ってるしね、その横浜エアキャビン、はい、あるんですけどね、早速向かっていこうと思います。チケットを買っていくんですよ。片道券ね、なんと1000円するということで、距離がね 600m ぐらいしかないんですけど、ちょっと高いような感じするんですけどね、買っていきます。これ交通系 IC カード使える。出ました。はい、じゃあそれじゃあね、早速入っていくんですけど、これ多分 QR コード式ですね。改札があります。行きました。じゃあ乗っていきます。すごい。じゃあね、早速乗ったんですけども、まあ、車内というのがね、ロープウェイの中はこんな感じになってます。まあ、ロングシートってあれもおかしいんですけど、椅子が並んでて、まあ、車内はまあちょっと狭いですね、当然なんですけど。それではね、桜木町駅を出発していきます。おー、すごい。なんかね、BGM が流れてます。それよくわからないですけど、雰囲気を出すためですね。ね、あのロープウェイ、あの光るみたいなんですよ、どれも。こんな感じで左側には横浜ランドマークタワーと、あれはコスモクロック、さあコスモクロックが見えます。それでこの BGM と相まってすごいね、神秘的な感じがするんですけど、すごい。ここが中心ぐらい。あ、中心ぐらい。降りて、もう多分あとはチェックス。そう、これあの所要時間が約5分みたいなんですよね。あっという間。すごいです。夜景がね、ほんまに綺麗で。どう思います？
めちゃくちゃ綺麗です。綺麗お値段以上。お値段以上1000円するんですよ。さっきも言ったと思うんですけど、ちょっと高い。距離が600メートルで1000円。多分日本一の高額鉄道と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあロープウェイで厳密に言うと鉄道ではないんですけどね、なんか作道とかね、日本の作道とかなんかそういうのに分類されるんですけど、あ、ここは、ね、ここは何だろう。これでもバチルバイクとかの撮影にも多分こっち側から使われてる。で、目の前には大きい施設が、ワールドポーターズ、ワールドポーターズ、右がアパホテル、アパホテル、あ、アパホテルはね、知ってますよ。で、左が結婚式場で、奥が、インターコンチネンタル。インターコンチネンタル、うん、なるほど。じゃあね、もうあっという間に到着です。いやー、すごかった。まあね、ここからまあロープウェイを見てるんですけれども、こんな感じで運行本数すごい多そうですよね。もう次々とやってくる感じです。さあ、ロープウェイ乗ってきたんですが、ちょっと動画の尺が足りないんでね、この後あの赤レンガ倉庫とかね、ちょっと見るのもね、撮ろうかなと思ってます。目の前見てるのがアッパホテルです。有名なんですけど、これからまず、ね、赤レンガ倉庫へ向かっていきます。これがね、あのでかい建物なんですよ。警察署みたいです。ここは横浜の税関ですね。昔のあったところみたいです。ここが入り口みたいですね。あ、すごい、なんかね音が聞こえるんですけど、インドフェスタっていうのをやってみたいで、デイワリン横浜2023インドフェスタ、ちょっとね、お祭り、ちょっとしたお祭りみたいな感じになってます。すごいすごい、ここはバックナンバーの何の曲か忘れたけど、あそこら辺が PV で使われた。あ、なるほど、目忘れたけど、でちょっとインド語わからないんで何言ってるか申し訳ないですけど、わからないです。インド語わかりますか？わからない。インド語ってかヒンドゥー語、ね、まあ雰囲気だけで、ね、楽しみましょう、ね、はい、じゃあちょっとやってきたわけなんですけど、ここから見る ね、横浜の夜景というか素晴らしいですね。これ赤レンガとか観覧車とかランドマークタグもいろいろ見えて素晴らしいです。ちょっとあの奥にある建物なんか見たことあるんですけど、わからないと今から行きたいと思います。今から行きます。あの奥に光っているタワーがマリンタワーみたいです。ちょっと通天閣っぽいフォルムしてますよね。なんか、あ、ちょっと一緒にしたら怒られるかもしれないですけどちょっと似てるような気がします。ちなみにどっちも登ったことはありません。象の花防波堤というね、ずっとね、まあ、陸続きとかなってて、こう景色がね、一望できるところです。いや、すごい、めちゃくちゃ綺麗。さすが横浜です。これから大桟橋の方へ向かっていきます。ちょ、目の前までやってきたんですけど、これが大桟橋ホールっていうみたいです。すごい独特な形した建物です。ね、巨大客船の前にやってきました。ちょっと近すぎてね、これ入ってないと思うんですけど、ね、すごい、マンションみたい、船に見えない、なんでホーランドアメリカンラインちょっと分かんないですけどね、なんか外国の船っぽい感じ、ね、そうすごいね、すげえな。横浜に停泊してるんだね。あ、停泊か、なるほど。からまた別の国とかに行くんじゃない、わかんない
でもね、やっぱり電気とかついてるから中にね、やっぱり人がね、いはるんやな。たくさんかな、冬層が世界の冬層がすごい、この長さも何百メートル変わりそうだね。だってエレベーターもある。あ、すごい。でも10階建てぐらいあるかな。船という名のマンションで十何階すごい。マンションでいいよ。マンションでいいよ。すごいです。万が一なったら何かあった時のための救命のボートかなあります。でそこにもなんかいっぱいくっついてるんですよ。1、2、3、4、5、6、9個ぐらいありますね。すごいわ。あそこになんかゲームかなんかカジノかゲームコーナーみたいなのが見えます。なんかスロットっぽいんですけどね。先端までやってきました。あの橋、あの橋何時間です。橋は向こうが大黒ふ頭になんだけど、なんだろう。まあとりあえず綺麗からね、いいってことで。こんな感じだった。レインボーブリッジじゃない。レインボーブリッジではない。それはね、自分でも分かる。いや、とにかくね、綺麗です。はい、じゃあ次ね、赤レンガ倉庫前にやってきました。いや、夜なんでライトアップされてすごい綺麗です。はい、じゃあそれじゃね、ハンマーヘッドってところに、ね、やってきました。すごい、こっからもね、夜景が一望ができます。どうですか。すごく気温もちょうどよくて楽しいです。楽しいね、ベストな回答いただきました。岸名はね、この、横浜ロープウェイ乗ってきたんですけど、今度はあの歩いて桜木町駅はね、戻っていこうと思います。いただきます。まあね、岸名横浜ロープウェイを通ってきたところをまた歩いて向かっているところなんですけれども、ここ見てくださいよ。横浜ロープウェイがライトアップしてるんで、すごい綺麗に見えます。すごいですね。こういうね、上には横浜ロープウェイが通ってて、下にはね、屋形船がやってきました。いいですね、このロープウェイと屋形船の組み合わせで何とも言えない。でこの大都会の横浜とね、横浜は高いところから景色を見ても下から景色を見てもすごく綺麗なので、いずれにせよとてもおすすめのスポットなので、ぜひ来てみてください。ああ、さすが師匠からね、あのね、おすすめという言葉をいただきました。素晴らしいです。はい、じゃあまた JR 桜木町駅へ戻ってきました。じゃあ今回は横浜エアキャビン、横浜ロープウェイに、乗ってきました。そうですね、あの夜景がね、すごいね、綺麗に見えました。多所要時間が5分で、料金が片道1000円、往復券で1800円、まあ、往復やとね、あの200円分安いんですけれども、やっぱりそれにしてもね、あの距離が600メートルしかないのに1000円っていうのはかなりね、高額やなと思いました。まあでも、あの景色がほんまに綺麗に見えたんで、それに見合う価値はあったかなと思いました。あとね、赤レンガ倉庫とかね、いろいろ、横浜のね、観光名所も、見ることができて、満喫することができて、ね、良かったです。で今回はね、あの師匠もね、一緒に、まあ、同行者として来てくれたということで、どうでしたか。まあ、すごい充実した一日を過ごせました。ありがとうございました。あ、いえ、こちらこそ、ね、感想をいただきました。いや、あのね、すごい良かったんで、興味ある方はぜひね、この横浜エアキャビン、乗って、またね、横浜のね、観光名所もいろいろと見てみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。